こんにちは。内閣総理大臣安倍晋三です。選手の皆さん、パラリンピック出場本当におめでとうございます。皆さんにとってパラリンピックは夢であり大きな目標であったと思います。これまで積み重ねた努力に心から敬意を表します。今から約50年前、パラリンピック第2回大会の開催が東京でした。パラリンピックという名称はこの東京大会の際、日本で名付けられたものです。この大会で日本人初のパラリンピック金メダル獲得、卓球男子ダブルスの渡辺富士雄選手、猪狩康則選手、両選手の活躍が日本の障害者スポーツ発展の礎の一つとなりました。表彰台で日の丸が上がるごとに、日本国民は皆頑張れば世界に勝てると勇気づけられ、大きな誇りを感じました。スポーツには大きな力があります。障害を持たれた方々が困難を乗り越えて競技に臨み夢を実現する、その不屈の精神が日本中に、世界中に大きな夢と感動、そして勇気を与えてくれると思います。女性も男性も、高齢者や若者も、障害のある人もない人と同じように夢を追い、可能性や能力をもっと生かすことができる社会、一億総活躍社会、皆さんの活躍がその象徴です。リオの次はいよいよ東京です。選手の皆さんの活躍は2020年東京大会の大きな弾みともなります。頑張れ日本、皆さんを心から応援しています。